仙台塩釜港仙台塩釜港の一途仙台塩釜港は宮城県の太平洋仙台湾に面した港湾仙台塩釜松島石巻の4つの港区からなる港湾法上の国際拠点港湾高速法上の特定港に指定されている中核国際港湾の一つにも指定されている奈良時代に道の区国府 多賀城の外交として歴史が始まる塩釜港は1910年に第二種重要港湾に1951年に重要港湾に指定された。高度経済成長期になると仙台湾地域の新産業都市指定を機に砂浜を掘り込んで仙台港が開発され1971年に塩釜港に編入された。これにより両者は一体的に運用され、 おの塩の、港塩釜港区、塩釜港仙台港区と呼ばれることになった。2001年、特定重要港湾に指定されたのを機に、塩釜港は仙台塩釜港に改称され、両港区はおのの、仙台塩釜港塩釜港区、仙台塩釜港仙台港区と呼ばれることになった。江戸時代初期の北上川海修を機に、東ずめぐる海運の拠点港の一つとして、 発展の歴史が始まる石巻港は1950年に地方港湾に1964年に重要港湾に指定された。しかし2010年8月3日、全国の重要港湾103港の中から重点的に投資する43港が重点港湾に選ばれた際、石巻港は船外となった。これにより石巻港は国直轄の新規事業予算が配分されず、 継続事件と関係者は、同年11月29日に、第1回の宮城県港湾戦略ビジョン策定委員会を開き、仙台塩釜港と石巻港に、日本産 k 松島の観光港としての機能が強い松島港、地方港湾に指定を加えた参港を統合する案を、検討し始めた。2011年3月11日、 東北地方太平洋沖地震が発生し、県内の港は地震、地盤沈下、津波、火災などにより、不等施設や背後の臨海工業商業地区の被害に加え、港湾従事者の犠牲や離散により港湾機能が著しく低下した。そのため、震災からの効率的な復旧、復興と将来的な発展を目指し、参考の役割分担を明確にして統合する計画が、 ビジョン位において8月2日と11月24日に検討され、2012年3月29日に宮城県地方公安審議会において決定した。参考の統合計画は8月7日に国に申請され、10月12日に閣議決定され、10月17日に交付、施行された。10月18日、仙台塩釜港、石巻港、松島港の参考は、 仙台、塩釜、松島、石巻の4つの港区を持つ仙台塩釜港という一つの港に統合された。なお、東港の4つの港区は仙台湾に沿って伸びる全長 46.4km の低山運河及び内海となっている松島湾により小型船舶なら海洋に出ることなく相互の往来が可能であるが運河の幅が狭いため、 港区間の流通には使用されていない。以下に2012年10月18日以降の港区を示す。ありがとうございます。